九の純方九の純方明治六年七月二十六日は、紀州藩、たまる城代か六の家八代当主。父は、九の正積み。性質は、松平宗明の娘。陽名は、健之介。通称は、織部。官位は、十五位下、丹波守。文化十二年、たまる城代、九の正積みの子として生まれる。文政六年、父の死去により家督相続する。 文政九年、元服する。天保六年、十五位下、丹波守るに上任する。安政元年、奇襲沖の異国船来航を受けて、解剖のために、翌年多丸領渡来軍五箇所裏、歴裏に砲台を建設する。万栄元年、過労、水野忠中失脚に連座して、一時半生から遠のく。文休三年、過半列に加えられ、半死生となる。 慶応三年、反省改革において対立する田中善造が殺害され、明治四年に行われた実行犯の取り調べで関与が疑われたが、証拠不十分で処罰されることはなかった。明治元年、隠居する。明治六年七月二十六日死去。家臣の森惟明を江川英流、佐久間正山に入門させて、西洋式法術を学ばせ、寮内に、 法術練習場を設立した。また、俳句、和歌、漢詩に巧みな文人でもあり、漢集、新水園、レン墨ス集老などを表した。ありがとうございます。